端的にどこが問題だとお考えでしょうか奥田公人まあ国会のレベルでその審議がまともに行われてないという話をさっきからしているんですけど、まあ、基本的な論理が変わってないという話が、まあ、先ほどから説明があったと思うんですけど、そのまあ、論理っていうのは、どんな、まあ、問いが来てもです、ね、論理構造が変わってなければ、同じ答えが出るはずなんですね。 でも論理が変わっていない。もう同じ問いをかけたら違う答えが出てきたら、それは論理変わっているとしか言えないですよね。おかしくないでしょうか。とで。まあだかそのような。 な状況のの中でこの法律、まあ、つまり説明している政府が言っていることと実情がかなり違うんじゃないかと思うんですね、まあ、サイバー攻撃もいいんですけど年金の問題とかどうなっているんでしょうかとかなり思うわけですよで、まあ、憲法レベルでいうと、まあ、集団的自衛権は違憲であると先ほどから言われてますけど、まあ、実際後方支援というののの、まあ、兵賛活動もこれは武力行使に当たるわけで、まあ、実際違憲ですよねで武器統合防護による、まあ、武器の使用ということもそれももう先制攻撃か完全な な的自衛権にああたるるのででこれも違憲であると言えますでまた法案レベルにおいても、その審査要件があるから大丈夫だという話も、第2要件、第3要件に関して、これ、法案上に書いていないんですよね。で、それは、その存立的事態、事態対処法の第9条、2項、1号にまあちゃんと記載されてないことや、第3要件に関しては、 まあ、第3条の4項に関して、まあ、書かれていないと、まあ、それって本当に法案の欠陥だと思うのでそれはちゃんと書いたほうがいいのではないでしょうかと思うわけですよであのまあ平坦活動のリスクが減ってるけど危険は減らないとか危険が上がるけどリスクは減ってとかそれも何か何て言ってるかよくわからないんですよね であと、やっぱその武器等防護によってその自衛官っていうのが主体になって米韓や航空機を防護するって自衛官が主語になってできるわけがないんですよ。でもう自衛隊法95 95条のそのそ 明確なその法案レベルの欠陥をちゃんと直してほしいとで政策レベルでもその今、防衛費をあまり上げないって言ってますけど上げないまま兵隊活動や世界中に行ってしまえばですね日本の国防っていうのは結果的に下がるんじゃないでしょうかと思うわけですで、まあそのまあ、政策さっきの自衛官の話も政策レベルに関わると思います、まあ他にも言いたい答えたくさんあるんですけど以上にします。 えー、最後あの、政党、政治政党と皆さんのやるようなその市民の動きについては、どういう、その関係についてはどういうお考えをお持ちでしょうか岡田公衆あの先ほどから、まあ、特定の政治政党を支持しないということを強調しているんですが、がまあ、逆にです、ね、そういう、まあ、支持しないからこそ、シングルイッシューで、このような国家の危機や憲法の危機に対して、あの力をあの共にしてです、ね、今やれるべきことをやるということは、あの至極真っ当なことだと思います。 なのでよろしくお願いしますありがとうございました、えー、今日さまざま新しい論点もありますので今後さらにしっかり審議をしていきます